はい、皆さんこんにちは。ゆなです。たかです。ヘイティブログです。ミュンヘン1日観光を皆様とシェアしたいと思います。私も3年ぶりのドイツですので、はい、何も変わってない。ほとんど変わっておりません。ちなみに今ミュンヘンのど真ん中、こちらですね、シティホール、市役所にやってきました。昔の市役所だけど今は観光地になってますけど。そうだよ。めちゃめちゃ綺麗だよね。あの彫刻とかすごいよ。いいよね。ちなみにここの名前はマリンプラッツ、マリン広場。ここはフィッシュプロネンだよ。魚の噴水。魚、あ、本当だ、魚がいる。ポケモンのコイキングみたいだね。ね。一個一個の彫刻がすごいね。あれ石造りでしょ。あ、そうですか。地震とか起きたら全部落ちてくるね。地震はドイツにないから安心して。だから落ちてこないよ。日本だったら無理だね、これ。そうだよ、無理だよ。ちなみにレナさん、この建物はいつ作られましたか。ここにツーリストインフォメーションがあるから。知らないということですね。そう、何も知らない。そう、1868年に作り始めたって言われて、どれぐらいかかったって聞いたら40年間。40年だからそんなに美しいって言われた。ということでミュンヘンのインフォメーションセンターで聞いてきました。ああ、なんかいろんなこうツアーのチラシとかもあったり、あともちろん地図とかも売ってたり。レナはミュンヘンのこと何も知らないよね。何にも知らない。俺にもこれから文句言えないよね、日本のこと知らないって。お互い様だよね。お互い様かもしれないね。どうでしょうね。ちなみにミュンヘンのどっかのタワーに登って上からミュンヘンを見てみたい。あ、これ登れるんだ。そうだよ、この視聴者。ここにまさに今入り口があって、ここでエレベーターまで一番上に行って、 あそこ登れるんだ。ここからミュンヘンが見える。でもこれに登ったらこれが見れないから。その通り。違うとこ行く。教会を登れる、こっちの。あ、あの教会。あの教会にはエレベーターある。うん、歩き。ここはエレベーターある。ある。あ、じゃあこっち行く。な、巻物。エレベーターがないとまあまあ辛いよ。まあまあ辛いと思う。あの、何回も上がったけど、まあまあ辛いよ。タカも一回行ったよ。まあまあ辛かった。そう、多分3年前に一回上がってるけど。どうする。まあまあ辛かった気がします。今はここはショッピングストリートだけど、カウフィンガーストラーセというところです。カウフィンガーストラーセ、マリーンプラッツからシタフスまで歩きます。タカがスーツケースを買いたいところはあっち。スーツケースをちょっと買い物しようかなと思ってます、うん、いいのがあれば買おうかなと思ってます。あ、ダメダメ。リモアの、ドイツのリモア。いらない、いらない。ということでここはショッピングストリートだね。うん、でもコロナの中でいろんなお店が潰れちゃったよ。でも両サイドにこっちとこっちに全部ブティックが入ってて、街の真ん中になんかビアガーデンみたいなのがあるの。ああ、そうだよ。これはカフェ。だからここら辺にあるカフェのビアガーデン、多分。なんか建物がすごいモダンになるよね。そうなの。これなんか石造りの建物もあるけど、すごいモダンな建物もいっぱいあって。まあね、なんか本当にショッピングストリート、なんか銀座みたいな感じじゃない、日本でいうと。ああ、そうそうそう、そんな感じ。多分、いや、銀座みたいなところは別にあるよ。ブランドのお店がたくさん並んでる。あ、また別なんだ。高級車がめっちゃある。なるほど。ここは普通の私たちみたいな人がショッピングするよ。東京でいうとどこなんでしょうか。どこでしょうね。渋谷、わかんない。ああ、渋谷とか新宿とか、あっちを見て。そんな感じ。おお、めっちゃ綺麗。これがミュンヘンのフラウンキルヒェ、ミュンヘンで一番高い建物です。これより高い建物を作っちゃダメです。教会？教会。でもめっちゃ高いね。そう、あの工事も終わったから登れるかなとは思うので。でもこれに登っちゃったらさ、これが見れないよ。そういうことだよ。だからあんまりさ、有名な建物に登るのは良くないと思う。有名な建物を上から見たいじゃん。上から市役所も見たいし、これも見たい。であれば、あの前回も登った教会、そこに登ろうか。ちょっと歩かなきゃいけないけど、歩いて登るしかない。ちょっと頑張って歩いて登りましょうか。そうだよ、入りましょうか。入ってみますか。静かに ね、 ね。扉でか。静かに入ってます。
ツアーやってるね。ツアーシンプルだね。そうそう、その時代によって全然作り方が違う。そっか、すごいシンプル。ちょっとレナさん、トイレ行きたくなってきました。私もトイレ行きたいけど、ね、難しいよ、ミュンヘン。そう、これが海外あるあるの一つなんですけどトイレ行きたいと思った時にすぐトイレが見つからないという。まあいいや、あのどうせあれ登りたいでしょ。教会登りたい、この後。あっち側のそっちにデパートの中に1個あの綺麗な、まあまあ綺麗なトイレがあるから、そこに。あ、じゃあそこ向かいましょうか。トイレ行きましょう。ちなみに海外でトイレ行きたくなったら自分のホテルに戻るかマクドナルドを探すかスターバックスを探すか、今みたいにちょっと高級なモールに入ってお金を払ってするか。そう、だいたいあのお金を払うことは、うん、あの慣れた方がいいよ。絶対お金を払わなきゃいけない。で払っても汚いということが。だから日本人の感覚からするとそこめちゃめちゃカルチャーショックが起きると思います。そうだよ、そもそもトイレに払うのにお金をいるし、ね、お金払った割にめちゃくちゃ汚いし、何のために払ってるかっていう。そう、なんかさ、ミュンヘンとかによくあるこういうさ、カフェにすぐビアガーデンというかガーデンがついてる。そうだよ、5月だ よ、ね、みんな外で座ってるよ。でみんなビール飲んでるよ。結構肌寒いでしょ、日本人はこの天気の中で外です、あ、座ろうと思わないでしょ、誰も。ちょっと寒い、服装見ればわかるけど、セーターとジャケットで寒い。そうだよ、でもこういう雰囲気めちゃくちゃ好きです。いいよね。いいよ、気持ちよくビールが飲めたりするし。そうだよ、もういいよ。はい、ということでスッキリしましたのでこの後タワーに登りたいと思います。そこまで報告する必要あるのかな。これは僕らのチャンネルは全てを報告していくチャンネルですので、はい、ちなみにあのタワーに登るか。このトイレ本当にいい感じのトイレです。ここのトイレはお金払うというよりはなんかね、チップを置くスタイルでしたね。まあね、あのボールが置いてあってそこに自分の気持ちをピッて払う、うん、払ってあげてください、まあ、だから1ユーロとか2ユーロとか払ってあげれば。いや別にあのそれより少なくても、まあ、それか自分の小銭をね、ちっちゃいのを全部置いておくとか。そう、気持ちをちょっと置いてください。ちなみにそう、トイレ掃除する人の給料になるってことよね、それが。もちろん会社からお金もらってるけど、どうでしょう、そのチップ込みで会社からお金もらってるから多分少ないと思うんだよね。ああ、だからチップをちゃんと払ってあげないとトイレ掃除する人も生活が苦しくなってしまうので。そう、まあ、そういう文化だよね。そう、はい、あ、なんか人が並んでるね。ここから入ってずっと登っていきます。全部階段です。なんか高くなった気がする。値段上がった。あ、エアバッグでね、大人5ユーロ高くなった。600、700円ぐらいチケット買いましたので登っていきたいと思います。はい、行きましょう。見てください、こんな狭いです。ここはい、涼しくなってきた。そう、狭いから人がすれ違うときはどっちかが止まります。どうしましょう、社長。行け行け、ゴーゴー。お、着きましたか。おお、はあ、やりましたね。はあ、疲れた。はあ、おほう、はあ、はあ、はあ、重たい重たい。はあ、疲れた。やっと山まで来ました、うん、あお見て、さっきのフラウキアヘ、フラウエンキアヘ、フラウエンキアヘがありますね、あそこに。ここおで、右には視聴者。やっぱりこっちの景色見ると思うけど、ドイツは赤レンガの屋根が多いね。そうだよ、なんか本当に絵本の世界にさ飛び込んだみたいな感じじゃない、こっちの世界。ミュンヘンはそんな感じだよ。白い壁に赤レンガにで教会が建ってて、教会が多いの。ここから見てもね、たくさんたくさんだよ。で高い建物はなくてさ、全部が統一されてるよね。そういう法律なんでしょ、高い建物を建てちゃダメっていう。そう、ガオンキエヒより高い建物はダメ。だから街並みが統一されててめっちゃ綺麗だね。そう、ちなみにここの展望台はめちゃめちゃ狭いので、あの一方通行となっております。何を寝てるのか
あ、疲れましたよ。人がすれ違うことがほとんど不可能だから一方通行です。ここ回る、右回りで、だからあの人たちが行くのを待ってます、ね、降りますか。降りましょうか。ということで今から降りていきたいと思います。また疲れるね。降りるのは楽だね。そうかな。どれぐらい疲れるか下に降りてから答えます。こんな感じになってます。ハロレナ、ハロレナ、グッバイ。なんかでも一人降りるのがめっちゃ楽。あ、着いた。眩しい。降りてきましたね。眩しい眩しい。降りるのはだいぶ楽だったね。ね、それでもなんかこう足がバキバキしてる。ちなみにドイツのタクシーが今ずらっと並んでるけどなんか色がめちゃくちゃクリーミーだね。クリーミーはいい、いい言い方だね。なんでクリーミーな色なんだろうね。え、パッとわかるでしょ。他の人はこんな色で車を持ちたくないでしょまあわかりやすいか、タクシーパッとわかるもんね。そうで、ちなみにドイツのタクシーはメルセデスベンツがめちゃめちゃ多いです。そうだよ、日本はトヨタが多い、ね、ドイツはベンツが多い。たまにトヨタも走ってるけどほとんどベンツになっちゃってます。そう、かこっちにスーベニアショップがあるよ。お土産屋、お土産屋さん、日本語でお土産って書いてあった。どこかにね。あ、ここ日本人が多いからだね。日本人がみんなここでお土産を買うから。これドイツのお土産といったら何でしょうか社長。くるみ割り人形とかこういう時計とか、あとはジョッキとか。ビアジョッキ、なんか蓋ついてるビアジョッキあるよね。あ、あるある、ドイツで有名な。あるあるある。あ、あったあった、こういう下にある。あ、こうやつこうやつ、あの他の人に飲まれないようにドイツ人は自分のビールを守るために違うよ蓋をつける。 No No、 ハエとかが入らないように、あと冷たいままを保管するための、他の人が飲まないようにってどういうこと。これも一つ日本とドイツの違いですね。ゴミ箱、何が違う。街中に20メートル大きいぐらいにゴミ箱がある。そうだよ、こっちにある、あっちにある、3つぐらい見えてるよ。ただ皆さんお気づきでしょうか、ここにもあってそっちにもあって、さっきあそこにもあったでしょ。だから10メートル四方に3個か4個ゴミ箱がある。そうだよ、 あそこにもある。各ランタンに1個ある。ただただお気づきでしょうか皆様、街中にゴミがいろいろ落ちております。いや、ここは割とだってあそこにもゴミ落ちてるし、そっちにも吸い殻落ちてるし、ゴミ箱をいっぱい置いてもゴミをそこに捨てるという、そこら辺に捨てるというのが。おい、ちょっと待って日本はゴミ箱全然ないけど街がめっちゃ綺麗でしょ。ほら、ここにもゴミ落ちてる、タバコ落ちてるし、ここにもゴミ落ちてる。めっちゃ細かい人だな。いや、日本人の感覚するとこんだけ落ちてたらもうゴミだらけだよ。いや、ここはめっちゃ綺麗だよ。ほら、ここにもサバコ落ちてるでしょ。あー、たかー、めっちゃ綺麗だよ。これがめっちゃ綺麗はちょっとカルチャーショックだよ。ちょうどあの門まで来たね。そうだよ、さっきの市役所からここの門、ここの門は有名な名前がついてるの。わかんない。ミュンヘンゲート、わかりません。皆さん、ここの門を通ってあっちにずっと歩いていくと両サイドショッピングストリートがあって昔の市役所に行けます。そうだよ。はい、ここの門まで来たら見つけました、リモアのお店。リモアのお店じゃないよ、タカ。世界一リモアが安く買えるっていう噂の。ああ、そういうこと。そう、私も私のリモアここで買ったよ。ヘッドセネッカ、ちょっと見てみましょう、いいリモアがあるかどうか。めちゃめちゃリモアある。リモア専門的な、ね、リモアモデルブーム。あ、これなんか便利かもしれない。これかっこいいね。そこにパソコンとか入れるかもしれない。これすごくいいね、うん、ただここがチャックなのが俺あんま好きじゃない。こっちのさ、一発で金具でバチンって止めるやつの方が楽なんだよね。いや、もう全体的にいらないよこれ。本当はいらない、本当はいらない。ここはすごく便利だけど、ここのチャックが良くない。本当はいらない。本当はもっと大きいやつも欲しい。いやいや、本当はいらない。大きいやつで、いやいや、だから本当はいらない。Eine kurze Frage stellen. So this is the biggest one you have in this color right now, in this color, yes.
higher quality than here? Because I have that one. I think you have already. Yeah. The small one. One. Ah, okay, okay. I'm also looking for the pilot. The wow, remember not cancer. Right. I know, but do you have a like warehouse? Nothing. Yeah, before 3 years, yes. Ah, now it's gone. No, yes. Dammit. Thank you very much. Thank you.はい、残念。結論から言うと俺のこだわりが強すぎてそう、ありません。もうない。はい、ということでミュンヘン一日遊びました。楽しかったでしょうか。楽しかったでしょうか。楽しかったです。3年ぶりのミュンヘン、ね、ほとんど変わってなかったね、景色はね。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。